営業部長という立場で約20名のマネジメントをさせていただいております。まるです。うわー、そうですよね。秒ですね、これはもう。正直もう始まってもう2分ぐらいでもう決まりです。どうもこんにちは、旬なエリメンバーのバラマツです。南さんです。どうもこんにちは、みんないつも見てくれてありがとうございます。ということで、今回おなじみの南さんに広告志望の方に向けた面接企画ということで、面接官をやっていただこうと思います。よいしょよいしょ。今日面接を受けてくださる大学生の方、穂積くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。明治大学法学部法律学科2年の穂積和樹と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。2年生ってことは何歳ですか？今年で20なんですけど、今は19歳です。若っ。今回は架空のバラマツというあの大手広告代理店の、はい、業界ナンバーワンのバラマツの人事採用責任者の南と申します。本日はよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、1分間程度でいいので、自己紹介をお願いします。はい、明治大学法学部2年の穂積和樹と申します。今現在私がやってること大きく2つありまして、1つ目がまず大学ですね。大学の方は法学部に所属しておりまして、民法ですとか商法とかの方を中心に勉強していって、今後はビジネス方面で法律の知識を生かしていきたいというふうに考えています。でもう一方がビジネスサイドの方になります。今現在株式会社トマップというプログラミングスクールゼロプラスですとかゼロプラスゲートといったプログラミング教育を提供している会社にて、今は営業部長をやらせていただいております。現在約20名のメンバーをまとめているような部署となっておりまして、その2つを今中心に活動しております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速なんですけれども、今までの人生で一番挫折、困難、失敗というような話があったら教えてください。はい、結論一番は高校から大学のかけての進路選択だというふうに考えています。なるほど。はい、ここ実は私自身もともとレスキュー隊を、本当に幼少期から目指しておりました。っていうのも私の父が自衛隊で、本当にこう消防だとか自衛隊というところに強い思いを持たれていた父で、本当に私自身も人をそういったレスキューといった立場から救いたいというところでレスキュー隊に強い思いを持っていました。ただ高校2年生の時に私自身、野球をずっとやっていたんですけども、腰を疲労骨折してしまって、もう本当に医者から言われたのは末期の状態という形で宣告されました。で、私自身そこでやっぱりレスキュー隊というところに夢があったんですけども途絶えてしまったというところで、そこから高校2年生の時だったんですけど、本当にこの先私自身どうしてやって生きていこうか、何をこう職にしていこうかというところ本当にさまよってつらかったなというふうに今思っております。以上です。なるほど。その挫折失敗をどうやって乗り越えました？はい、当時私自身は本当に何かを考えるということは苦手だったので、本当に行動量しかないなというふうにその時は思っていまして、で行動量は行動量なんですけど、ただこうバーって動きまくるというわけではなくて、まず私自身が尊敬していたその当時の監督さんにお話を聞きに行って、どういうふうにしてそういうふうな進路選択をされたのかということを聞きました。その時監督は私におっしゃってくれたのが、人に会うことだというふうに言ってくれたんですね。で、人に会うことだって言われて、私は監督にこうどこに行ったらそういう人に出会えるんですかって言った時に、監督はもう今の時代は SNS だっていうふうに言ってくれたので、私は大人の方々が本当に多い Facebook を利用して約50名の方にアポイントを高校3年生の時に取って、そこで本当に医者からスポーツ選手から経営者からいろんな方々にとって次なる道っていうのを死ぬ気で行動量でこう決めていったって形になります。わかりました。じゃあそのいろんなエピソードを通じて、今自分が持っている一番大きな強みって何と思いますか？はい、私の一番の強みは課題を突破する力だと思っています。理由とかも。そうですね、もうちょっと詳しく教えてください。課題を突破する力だと思っております。こう具体的に言いますと、私は現在先ほどもお話しした通り営業部長という立場で約20名のマネジメントをさせていただいております。この中で本当にこう多くの課題っていうのがありましたし、ここに来るまでにもたくさんの課題がありました。例えばこう私自身が営業マンとしてお仕事させていただいている時も、お客様からクレームをいただいた時、本当にあの時は辛かったなというふうに思っておりまして、そこの課題をどういうふうに私が突破したかと言いますと、その際お客様からもらったクレームっていうのがどこがいけなかったのかっていうところを、その後先輩からこうフィードバックいただき、またそれが自分自身お客様からクレームを逆に全くいただかない先輩っていうところをよく観察するようにして、その先輩がどうしてそういうふうなことができるのかっていう要素をたくさん感じ取るようにして、その要素を自分自身で吸収してまたロープレイをお願いするという形でそこも課題を突破していたという点がありまして、まあ、以上のようなエピソードからも踏まえて、私自身は課題を突破する力っていうところにすごく強みがあります。
ちなみにそのクレームが来ない先輩の要素っていうのは何がありましたか？はい、圧倒的に傾聴力がありました。私自身もともと主張力が本当に強くて、自分自身がお客様の課題、何がニーズなのかを掴み取る前に自分から主張をたくさんしてしまっていたんですね。その点、私が尊敬してた先輩というのは、お客様がそもそもどこにニーズがあって、どこにその価値を見出しているのかっていうところをはっきりとこう、まず傾聴を持って聞いた上で、その人にハマった提案をしているっていうところに大きな違いがあったので、私はそういったところを気をつけるようにしました。なるほど、ありがとうございます。では次からは、志望動機の方に、はい、ごめんなさい、逆に、今強みを聞いたんですけど、弱みの部分を教えてもらってください。はいはい、私の弱みは愛嬌だと思っています本当によく昔から言われていまして、野球とかをする時も一生懸命になってしまえばしまうほど顔が怖くなってしまうっていうところがすごく弱みでして、こう投げる時も一回こう顔が怖いと言われて、そっちの意味でこう球がちょっと投げられなくなったこともありまして、普通こう投げるのが冒頭して怖いっていうのはよくあると思うんですけど、自分は顔が怖いって言われるのが嫌で、球をこう投げるのをためらってしまうこともあったぐらい、ちょっとこう愛嬌だったりだとか表情の硬さみたいなところは自分の弱みかなというふうに考えております。でも今話している中で表情の硬さっていうのは感じないですけどね。ありがとうございます。そこに関しては本当に練習してきまして、特に営業するってなった場合、お客様から怖いというふうに思われてしまうことって本当にマイナスになってしまうので、実際にやったこととしまして、毎日朝30分間起きたら鏡の前で笑顔の練習をするっていうこと、あとは一番効果があったものですけど、こう待ち受けをさんまさんの笑顔の画像にするそこをやりまして、私自身なんとか少し愛嬌という部分は克服できたかなと考えております。わかりました、ありがとうございます。はい、ここからは、広告業界の話と、志望動機の部分の話を深掘っていきます。でじゃあ質問なんですけれども、そもそもなぜこの広告業界を志望しているのか、次にその多数ある会社の中でなぜバラマツを志望しているか教えてください。はい、ありがとうございます。私自身こう就職活動する中で大きな軸が一つありまして、それは、つなぐということです。何かと何かをこうつなぐということにすごく意味を持っています。で、何かを何かをつなぐんであれば、仲介業であったりだとか、最近だったら M&A 業界だとか、そういったところでもいいのではないかというふうによく言われるんですけど、私はこの中でも特に広告なので、メディアとそのメディアに掲載したい人、ここを私自身つなぎたいということを強く思っています。でなぜここまで広告に興味を持ったかというところなんですけども、私自身今の会社で実際にこうマーケティングをさせていただくことが多くて、広告を出させていただくことっていうのもよくあるんですけど、もともと自分自身がセールスをやっていたからこそ分かる広告の威力の強さっていうものをすごく今実感しております。でこのやっぱ広告っていうものがあることによって、本当に今世の中にあるビジネスっていうものが大きくもっと見えるんじゃないかなと思いますし、より多くの人に、今は届いてない人に、もっと自分たちのこうサービス届けられるんじゃないかなっていうふうな強いやっぱこう夢を持ちまして、私自身広告業界で働きたいというふうに考えております。ありがとうございます。そうですね、その中でもなぜバラマツを志望しているかを教えてください。はい、このバラマツが他とこう違うところとしましては、圧倒的に新しい先端の技術にいっているというところが私自身強みだなというふうに思っております。こうなぜ広告代理店なのかっていうところにもなると思うんですけど、メディアに入ってしまった場合とかマスコミに入ってしまった場合っていうのは、新しい先端を使うというよりかは、すでにあるリソースの中でどういうふうに結果を上げていくかっていうところを考えられると思うんですけど、私の場合はやっぱ最先端の技術を知っていきたい、より可能性を広げられるところで勝負をしたいというところがありますので、特にその最先端を走っている広告会社の御社を志望しました。なるほど。ちなみに会社問わないんですけど、今まで実際に広告代理店で働いた人と何かこう話したりとかってありましたか？はい、あります。それこそ御社の2つの競合の会社と実際にお話しさせていただいていました。何か印象に残ったこととかありますか？はい、本当に皆さんこう自分の世界観を持ってるなというふうな印象を持ちました。一人の方は DJ のプロとしても普段活躍されていて、かつ、その会社の方でも部長を務めるような方です。でもう一人の方はそれこそ直近ありました東京オリンピックの方を広告として手掛けられていた方で、こうファッションセンスだったりとか髪型とかから見てもすごく自分の世界観を大事にされていて、お話しした時も自分の価値観考え方をすごく強く持たれている方だなというふうに思いました。2人のこう共通点から見ても本当にこうそういった会社の方々と話したときに自分の世界観を持っていて、自分のこう生きたい人生を生きているんじゃないかなというふうな印象を持ちました。ありがとうございます。では実際に、
自分自身が日々生きている中で、好きな広告と嫌いな広告を教えてください。ありがとうございます、はい、一番好きな広告は電車広告です。こう電車の中にある広告ですね。なんであれが好きかっていうふうに言いますと、私自身こう時間帯として通勤通学とこう自分自身で帰る時間帯、本当にサラリーマンから学生までたくさんの方たちがいて満員電車に乗ることが多いんです。その中でやっぱスマートフォンとかを出してる隙間とかもないですし、そういう見ることもできないという中で目が本当に開いてるんですね。目が暇な状態なんですよ。でその状態で少し上を見上げるといろいろな広告がこう貼られていて、こう暇な目っていうのを少しこう暇つぶしさせてくれたりとか、あ、こういう今面白い会社あるんだっていうふうにこうイメージさせてくれる、そういうやっぱこう電車の中にある広告っていうのは一つのエンタメとしても面白いなというふうに考えております。ちなみに穂積さんは日々満員電車とかの朝乗ったりするんですか？はい、乗ります。あ、ちなみにその満員電車の経験の中で、印象に残っている広告、具体例があったら教えてください。はい、私が印象に残っているのは不動産の広告かなというふうに思っています。こう不動産の広告ってもよりあるとは思うんですけど、その中でもやはりこう電車の中で特に不動産っていうのはそこの電車に乗っている地域の人を特にターゲットとして狙っているっていうところで、自分自身もそこのターゲットに入っている人間になるので、自分だったら買うのかなとか考えた時に、いや、もうちょっとこの広告こうした方が自分にとっては売れるんじゃないかなとかっていうのを考えた時にすごく面白いかなって思いました。なるほど、了解です。じゃ逆に自分があまり好きではない嫌いな広告があったら教えてください。はい、一番自分自身が嫌いな広告としては、YouTube ですとか TikTok とかで流れてくる広告かなというふうに思っています。確かにこう企業のマネタイズ方法としてすごく有効なものなのかなというふうには思うんですけども、やはり見ている動画が途中で中断されてしまったりですとか、自分がこう楽しんでいるものっていうのは途中で中断されてしまうっていうのはやっぱりストレスになってしまうので、そういった広告っていうのは少し何かこう改善点がないのかなというふうには考えています。なるほど、なんか具体例とかありますか、自分が不快に思った。はい、実際にこう自分自身が感動系の YouTube とかを見ていてすごくこう感動していたシーン、それこそそれは結婚式とかそういったこう卒業式とかのシーンだったんですけど、そのシーンの中で途中で切れてしまって、もうすごく感動していたのに切れてしまうっていうのは、急になんかこうテンション感の違う広告が入ってくるわけじゃないですか。それはこう見ている人の不快な気持ちを自分以外にもきっと与えてるんじゃないかなというふうには思いました。なるほど。ちなみに、まあ、YouTube も TikTok も、まあ、どちらもまあ営利企業なので、マネタイズをしていく必要があるんですけれども、じゃあ穂積さんだったらどうやってマネタイズしていきますか？はい、実際にやっぱ YouTube ですとかああいったところはもう場所としてあるだけですでに価値があると思ってるんですね。なのであそこにこう出演したいっていう方ですとか、あそこから、あそこにインフルエンサーですとか、こうアパレルブランドがこう広告を出したい出展したいっていう、そこの契約時に対してこの場所を使うんであればお金が発生しますよっていうマネタイズ方式で、そこの基準値とかっていうのをもう全体的に揃えていって、あそこの場所に出すことに対してお金がかかるっていうふうな仕組みにしていくことで、見ている人に不快感を与えるってことはまずなくなるのかなと考えています。ただし、YouTube と TikTok に関して言うと、おそらく地球上の全員何十億人が全員がクリエイターであるというようなコンセプトでやっていると思いますので、多分参入するときにお金を払うっていうモデルは多分コンセプトと違うんですよ。それはどう思われますか？はい、そうですね、こうご自身、自分たちの、まあ、全員がクリエイターっていうのはもちろん分かるんですけど、クリエイターがこう誰でもなれる世界っていうその優先度と、じゃあお客様がそれを見て幸せになれる、それこそクリエイターとしても見たものが皆さんに喜んでもらえなかったらきっとやってる意味って感じられなかったりすると思うんですね。だからこそ実際にクリエイターたちがやっぱりお客様に喜んでもらえる仕組み作りをするっていうふうにも考えていますので、それは確かにコンセプトでいった時にそこは引っかかってしまうのかなと思うんですけど、 YouTube としての課題としてここのどちらをこう優先してやっていくのかっていうところは今検討すべきなんじゃないかなっていうふうな、そちらの方な視点で自分は見ています。わかりました、ありがとうございます。じゃあ実際に、バラマツに入った時に、担当してみたいクライアントがあったら具体的に教えてください。はい、私自身が担当してみたいクライアントは地方の、中小企業かなというふうに考えております。地方の中小企業というのはそれこそ広告とかというのを使わずに自分たちの手で人間の手でやっていくことがすごく多いと思います。だからこそ広告を使った時の感動であったりだとか、広告を使って自分たちの事業が本当に都内ですとか、また本当の反対側の地方へ広がっていく、そういった楽しみというのを私は提供したいなと思っています。何か業種とかありますか、こんなジャンルの会社で。はい、業種は農業とか農業とかの企業ですね。そういったところをアプローチしたいなと思っていまして、自分自身体験として自分の祖父とか祖母が、農家をやっておりまして、でこう農業系の企業
とかに対してこう自分が幼い頃から携わることがあったので、やっぱりそういった点からも自分のこうやっぱり昔からの関係値がある農業といった分野で何かこう力になりたいなと思っております。なるほど。じゃあ日本の農業の課題とそれをどう突破するか教えてもらってもいいですか。はい、今の日本の農業の課題としては農家としている人が少なくなってしまう、農家をやる人の人材不足っていうところはすごく問題かなと思っています。近年とドローンを使った農業をまいたりとかっていうところは流行ってると思うんですけど、ああいった活動っていうのをもっと促進していくことが私自身はそういった課題解決になるかなというふうには思っています。ただ問題点としてじゃあその人工肥料とかが本当に大丈夫なものなのかとか安全性があるものなのかっていうところはあるので、人間がこれから増えていくことっていうのはあまりこう考えにくいかなと思いますので、そういった機械を使っていく、あるいは、材料を使っていく際により安全性を担保していくっていうところを意識して改善していくのが一番いいかなと考えております。なるほど。ちなみに、農業でいうと例えば日本でいうと、まあ、クボタっていう会社が、まあ、自動化とか本当に農家さんの負担を少しでも減らすようなっていうのを技術的に少しでも減らすようなってことを、まあ、取り組んでいるんですけど、だけどそれが知られてないわけなんですよ。なぜかというと、農業の皆様が高齢化をしていて、まあ、60代70代になっていて、でスマートフォンも触ったことがない、日々触れるメディアといえばまあテレビぐらいかなっていう状況の中で、じゃあどうやってその機械化自動化っていうのができるメーカーがその地方の日本の地方の農業の方々に届くかっていうところを何か作戦があったら教えてください。はい、そこに関しては、老人ホームとかの社員とかっていうところが広告とかの指導に入るっていうのがすごくいいかなと思っていまして、なんでかって言いますと老人ホームで働かれてる方っていうのはおじい様おばあ様とかそういった方たちに対しても理解をさせられるようなスキルを持っています。おそらく私たちがそこで説明に行ったところできっとどなたにも伝わる説明ってかなり難しいんじゃないかなと思っています。で地方には多くの老人ホームが存在していまして、その老人ホームで働かれている方たちっていうのはすでにそこへのコミュニケーションを、もう難なくできる状態だと思いますので、そういったそこで働かれている方たちでしたら広告の話を丁寧に説明自分たちがすることで理解していただけると思うので、そういった方たちと提携して、そういった農業の方たちにも農家の方たちにも伝えていくっていうことは可能にできるんじゃないかなと考えております。わかりました。じゃあ最後に何か一言あったら教えてください。はい、実際に南さんはこの御社で働かれていてどんなことを楽しいというふうに感じられますか。やはりお金では買えない信頼関係なんですよね、はい、クライアントと自分でもお金を払えば解決するものではなくて、そこにはいろんな壁と挫折と失敗があって、そこに直面しながらも何かこう搾取、どちらかが搾取する搾取されるじゃなくて2人、まあ、自分たち代理店とクライアントのパートナーとして一つの課題に乗り越えた時のそのここの信頼関係っていうのはどんなにお金があっても買えないものっていうのはやりがいがすごく感じます。はい、その際にやっぱりこう裸で来た壁ですとか、やっぱりそれを実現することっていうのは一定の経験がないと難しいんじゃないかなというふうには思うんですけど、何かこう壁ってぶつかったことってあったりしますか。壁はもちろん無限にあります。ただもちろん過去の事例ですとかいろんな経験をしている人に聞くとか、まあ、あらゆる手段を使って何か解決できる突破口はないかなっていうふうに、まあ、試行錯誤すること、まあ、もちろん本当に難しいことなんですね。もう未来も予測できないし、いまだに誰も正解を持ってなかったりもするので、まあ、もちろん日々誰しもが壁にぶつかりながらもそこを取り組もうと、そこの壁を乗り越えてクライアントと本当の意味での信頼関係を結べるように日々仕事に取り組んでいます。はい、わかりました。ありがとうございます。では以上です。面接は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで面接お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。いかがでしたか。ここまで掘られるのかっていうところとか、そこをこう展開していくのかっていうところが少しこう思っていたのと違ったりして、途中こう難しかったんですけど、なんとか答えることができたかなと思っております。実際にこれ想定してなかったなっていうところ、どういう質問がそれに当たりますか。圧倒的に農業ですね。確かに自分も祖父農家なんですけど、そこまで詳しいわけではなかったですし、そちらの企業の広告をやってみたいというのはすごく面白そうなんですけど、そこまでその農業に対して深く考えてたわけじゃなかったので、そこへの言及はちょっと難しかったです。
です。間がなくきちんとこう返せてたのは何でですか？何をこうまず求められているのかとか、どんなことを喋るのがこの場において一番いいものなのかってことを考えていたんですけど、それってこう全部共通してるかなと思ってまして、全部その広告代理店にとってどういうアプローチができるかとか、どういうふうにしたら実現可能性が高いかっていうところだと思うんで、これはただ単に農業を喋ればいいではなくて、どういうふうにしたらアプローチができるかっていうところを考えて、なんとか答えを導けてたんじゃないかなというふうに思います。では気になる結果発表の方をお願いします。ドッグンドッグンドッグン丸です。うわー、まあ、そうですよね。丸どころか50丸ぐらいですね。これここに5個ぐらい丸してもらっていいですか？秒ですね、これはもう。正直もう始まってもう2分ぐらいで決まりです。なんでもう決まってるんで、逆に意地悪に行きました。2分でなんで合格って決められたんですか？喋り方ですよ。バカずっすよ。準備力があるってことなんですよ。だから今回この面接にこれほど準備をして臨める力があるのであれば、今後仕事を任せた時もちゃんと全てを準備して、どんな業務だろうと準備を持ってコツコツ取り込んでくれるだろうなっていうのが簡単に予想できたからっていう、その準備力の部分ですね。じゃあ他のフィードバックも、はい、じゃあ、はい、頭から遡っていきたいと思います。自己紹介はエピソード2つですってきっぱり言ってくれたんで、覚えやすくて分かりやすかったです。次、挫折はちょっと分かりにくかったです。なんでもっとシンプルに、自分が本当に絶望して投げ出しそうになったけど、そこを立ち向かって頑張りましたっていうエピソードが、なんか絞った方がいいと思う。一つ覚えられないので、こっちもたくさん、なんか一つ絞るとしたら何ですか？もう先ほど言った腰の疲労骨折で夢が途絶えたことだと思います。なるほど。でもそれって乗り越えられてないじゃないですか、はい、僕だったらの話ですけど、今までの人生で一番時間と労力を割いたものってなんだろうって考えて、そのエピソードを決めてから、そのエピソードの中での挫折経験を話すかなっていうふうに思いますね。でなんでもしかしたらビジネス面での挫折経験の方がより分かりやすくなるかもしれない、はい、でこの時点で自己紹介で挫折の時点でもう話し方的に、あ、これも場数踏んでるしめちゃくちゃ印象いいし、もうこの時点で丸なんですよ正直。早っ。これでもうこれで決定ですもう、はい、で細かいところのフィードバックになるんですけど、挫折をどう乗り越えたかってところで、行動量だっていう話をしたと思うんですけど、行動ってあくまでも手段であって、その行動した先に何が得られたかっていう話まで欲しいんですよ。なんで僕だったら、人と会ってどういうことを引き出すのか、人に対してどうやって好かれるのか、どこの部分の話を僕はだったらします。次、強みの部分で課題を突破する力って話をしてました、はい、これね、正直キャッチコピーがちょっと弱い、なんか普通なんだよね。もっとそれってどういうことっていう風に気になるような何か欲しい。でこれもね、覚えにくかったので、多分この動画内では言いにくいかもしれない、クレームの話があったと思うんですけど、どんなお客さんからどんなことを言われたのかっていうところを、実際の面接では具体的なエピソードとして欲しいので、それはもうどん底に落ちるぐらいの何かがあると、もっと分かりやすくなるかなというふうに思います。で弱みの部分もちゃんと自己分析できていて、怖いと言われたことがあるから、それに対してどう乗り切るかっていう、愛嬌がないエピソードを話しているのに、その乗り越え方がかなり愛嬌があったので、もう最高の切り返しですよね、うん、でこの時点でもう 100% なんですね。決まったんですよ 100%。 でこの後の作業何かっていうと、本当にうち志望してるっていう確認作業に入ってくるんです。優秀だから受かるっていうわけじゃないっていう、優秀な人は欲しいんですけど、内定出して辞めるとか、入社して1年で辞めるとかっていうのは一番良くないことなので、それが起きないかどうかっていうのを見てます。志望動機の部分はつなぐのと広告の威力、これも具体的な自分の行動があった上で威力を実感してるっていうエピソードはもう20丸。数ある広告業界の中でもなぜバラマツなのかっていうところで、まあ、社員と実際に会っているっていうところが具体的なエピソードがあったので20丸です。次、好きな広告嫌いな広告の話で、好きな広告の話で言うと、これね、改善点があります。それはちょっと具体的じゃなかったところ、はい、なんで自分がこれぐさっと来たわっていう事例は何か欲しい。なんで今後の人生で広告の観察をしてください。でグサッと思ったものがあったら、なんでこれがグサッと思ったのかっていうのを言語化してみてください。で嫌いな広告に関しても具体例が欲しい。だから今後まだ生きてる中で YouTube、TikTok 見てる中でうわって思う広告があったら、ぜひ事例を教えてください。でマネタイズの部分、これはかなり意地悪な質問です。これはもう地球上誰もが悩んで誰も解決できない問題なんですよ。これは切り返し方を見た上で、僕が見てたのは素直さの部分なんですね。それこそ愛嬌に近いんですけど、何か言われたことに対して自分なら今はこう思うっていう考えを発信した上で、でももっとまだまだ分かんないこともあるから、自分なりに調べたり、実際にメディアで働いている方々にちょっとヒアリングして聞いてみたりしたいと思いますっていうような、ちょっと愛嬌を感じるような返しがあると100点でした。
次、担当したいクライアント。これも正直改善点は地方の中小企業じゃなくて具体的にこの会社っていうのが欲しかった。ずっと分かりやすいかなと思いました。で、ここで農業っていう話が来たので、さっきの課題を突破する力がありますってところが本当にできるのかっていうので、じゃあこの課題どうやって突破するんですかって話をしました。これもめちゃくちゃ難しい問題なんです。なんで、自分なりに老人ホームの方々にこういうふうに思うんですけれども、おじいちゃんおばあちゃんとか老人ホームで働いている方にもっと詳しく聞いてみたいと思います。っていう、ここも愛嬌が欲しかったっていう。以上、終了です。すごい、意外といい回答しなきゃって思いすぎずに、分からないなら分からないなりに伝えるっていうのが大事なんです。そうです、そうです。ということで、一連の面接を終えて感想を改めてお願いします。はい、実際に面接でやる場所ってなった時にやっぱり意識することで、今回やっぱり確信持ってたことっていうのは、面接官が何を考えて話してるのかっていう意図をやっぱり感じ取ることかなというふうに思いました。さっきのフィードバックにもあった通り、自分はやっぱりこううまく喋ろうというふうにしすぎていたので、その点やっぱりもっと人間性出したりだとか、自分の改善点である愛嬌っていう部分をもっとアピールしていって、なんかそういうふうにした方が面接官からの印象もいいのかなというふうに見えたので、またその改善点生かしていこうと思います。以上です。完璧ですということで、今回の面接は貴重なレア会で、南さんの50丸、第50丸ということで、あの皆さんも面接前とか面接後の復習とかで役立てていただけたらなと思います。南おじさんの SNS のリンクは概要欄に貼ってありますので、見なくて大丈夫です。あ、見てくれそこは皆さんぜひ見てくださいというわけで、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。じゃあな、じゃあな、じゃあ。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。